UEFA チャンピオンズリーグ CL グループリーグ祭。不死が現地時間8日に各地で開催された。新たに勝ちトーナメント域を確定させたのはラツ、O.R.B. ライプツヒ。パリ・サンジェルマン。PSG の3地無となっている。今シーズンの欧州サッカーダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中。そして現地時間9日には グループ A 組から D 組での計8試合が開催される。日本では UEFA、TB で FC ミッテ、ランタイリバープール、レアルマドリード対ボ、シアメンヒエングラードバッハの2試合を調することが可能だ。グループ D 組の FC ミッティングは、すでに最下位での敗退が確定。リバプールも1試合を残しての首位通過が決まっている。のため、両者にとって、 現地9日の試合は、消化見、ということになる。しかし、我々日本人にとって、見逃せない一戦となるかもしれない。南のタクに、出番が回ってくる、可能性が高いからだ。こまで CL やリーグ戦で目に見える結果を残す子、ができていないだけに、チャンスがこればしっかりとものにしてほしいところである。窓とボルシアメニヒエングラートバッハのいる、グループ B 組は、 大コンセンと、っている。一試合を残し、四チーム全てに、決勝と、ナメント行きの可能性が残されているのだ。無のマドリーは、勝てば突破、負ければ敗退、確定する。引き分けの場合は、インテル大社、タールドネツクの結果を待たなければな、ない。一方のボルシア・メンヒエングラートバッハは、引き分け以上でベス。16入り。仮に、マドリーに負けても、 インテル大使、フタールが引き分けに終わった場合は突破、決まる。いずれにしても、最後まで目が離せな、激しい展開となりそうだ。日本時間10日未明、うつつ、時間9日に配信されるカードは、以下の通り。時表記はいずれも日本時間。12月10日に、55キックオフ FC ミ、ティラン対リバプール配信。 UEFA-TB12 月10日後、00キックオフ、アルマドリード対ボルシアメンヒン、ラードバッハ配信、UEFA-TB、放送予定、試合日程はこ、ら、りょう。<music>